はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、TH コンプリーターさんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。自分のチャンネルですね、タウンホール11から13、まあ、幅広いタウンホール帯で、クラン対戦の動画中心に扱っていっております。で、まあ、どんな風にユニットを使っていったら、綺麗な全開取れるのかとかですね。まあ、そういうところって、やっぱり、まあ、このクラクラやってくる上で大きなモチベーションにもなってくると思うので、まあ、その辺っていうのも、皆さんにこう、わかりやすくお伝えできるようにね、解説していくチャンネルになってますので、ぜひね、最後までご覧いただきまして、もしこれ参考になったなということであれば、ボタンとか、ね、チャンネル登録ぜひやってもらえたらすごく嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さて、本日、こちらのですね、クラン対戦リーグから見ていきたいというふうに思うんですけども、いやー、これがね、スパネクですねスパネク、これは興味のある方もない方もぜひね、ご覧いただきたい。すごく今、利用者が急増しています。この TH コンプリーターさんもそうですし、私の、まあ、ホームである関西クラクラクラブでもスパネクを使う人がこう日に日に増えていってるんですね。で、今日合計5本見てもらって、1本はちょっと残念ながらうまくいかなかった場合っていうのも、まあ、比較しながらこう見てもらえるように上げていこうと思うんですけども、まずは、綺麗なアタック一発見ていきましょうか。こんな形の攻め方になってます。基本はですね、ライトニングを使った攻め方っていうのが主流なのかなというふうに個人的には思います。自分はそんなにこれスパネク多用するわけではないんですが、やっぱり使う方の攻め方を見ていると、こんな風にですね、ライトニングを使ってこの主要施設をこう削りますよね。で、削っていきながらおでひと、ライトニングのこう繋がるようにですね、こう幅広く、まあ、深くかな、カットをしていって、スパネックを、攻めたい側からこう入れていくって、ね。今回ではこの隙間が空いてるんで、そこからスパネック入れていって、ジャンプ2枚で一気に中心部で暴れさせるというプランになってますね。で、バーバリアンキングに関しては、これ外周からこの宝石のスーパーウォールブレーカー使って入れていくという形で、スーパー、ウィザードの、移動範囲を、まあ、こんな風にですね、限定していくという感じになっている。で、外周に関してはロイヤルチャンピオンがやっぱり今、タウンホール13だと使えるので、こいつが仕事するんですね。12だと、まあ、ロイちゃんが使えないので、どういう風にじゃあスパネク運用していったらいいのっていうところに関しては、ちょうど、数日前にタウンホール12のスパネク盛り合わせを出してますんで、まあ、そちらご参考いただければなと思うんですが、今回この、投石機がね、おそらく壊したかったものが壊せなかったんで、そっちにスパネクが逸れていってしまうリスクもあったんですけども、これがこの遠距離攻撃ユニットの、いいところですよね。壁の中に入って中から、この投石機を射抜いていけちゃうので、まあ、こんな形で、主力のスパネク部隊はちゃんと中に入って、そのまま進軍していくという形ができていますね。で、満を持してロイヤルチャンピオン、ここから出てきました。そのまま外周ぐるっとロイちゃんが歩いていきます。で、こういう形が作れるのがやっぱり理想的で、序盤はやっぱりライドニングからのおでひを使って奥深くまでカットを入れていく。で、今中央部のスパネク部隊がこうターゲットを取ってるの分かりますかね、こういう風にめちゃくちゃ。これがですね、スパネクのすごくいいところなんですね。ユニットそのものの体力がめちゃくちゃ高いので、まあ、そう簡単に一回タゲ取ったら、後ろにヒーラーがついて回復してる限り、タゲが外れないんですね。なので、そのタゲを取っている裏で、ロイちゃんがもう、ホーミングシュートも使ってないので、この体力の残し方、すごくないですか、これ。で、このまま一気に、ババニアンキングのところで、これラッキーだったですね。いいタイミングで、アーチャークイーンとスパネクが合流したんで、ロイちゃんがやられずに済みましたが、そのままあとはロイちゃんが、防衛を壊していきながら、スパネク部隊で回収しておしまいという形ですね。時間切れのリスクがやっぱりあるので、こんな風にロイちゃんを最後まで活かせるパターンっていうのが、やっぱできると強いですね。まあ、結局ここで落っこちちゃうんですけども、防衛ほぼ全部壊してくれましたんで、もうスパネクたちは実際回収に回るだけというところですね。まあ、これでまた防衛を相手にしようと思うと、まあ、時間食っちゃうので、なるべくこう、ロイちゃんが最後まで行ってくれて、ないしはまあ回収まで行ってくれたらもう最高ですね。いうぐらいの使い方ができると、だいぶ時間面でも楽になるのかなと。いうふうに思うところですね。いや、ところですね、とか言いながらね、僕これ実はできないですね、まだ。できないというか、まんまりやってないです。ディガホグをやっぱり主力でやっているので、スパネクって使うのって、まあ、フレチャーで使うぐらいかな、ちょっと試してみようかなぐらいで。まあ、そういう時もやっぱりですね、ユニットそのものはやられないんですね。自分がやっても。なんだけども、時間切れのリスクっていうのがやっぱりどうしても、うまくやらないと出てきちゃうので、今回のディディさんみたいに、ちゃんと外周を、掃除しながら、ちゃんとスパネクを歩かしていく。というような、使い方ができるとだいぶ、良くなるかなというところは思い。な
なんで、防衛援軍じゃないわ、手持ちの援軍の中身っていうのもすごく重要ですね。ホグライダーだったり、イエティだったり、あとはバルキリーが入ってたりします。まあ、その辺っていうのも、使い分けていくと意識した方がいいと思うんですが、バルキリーを使うとやっぱり外周を歩かせられるようなパターンの場合は強いですね。ゴリゴリ外周のストレージとかを削っていくんで、しかもスピーディーに。なので、スパニックがまあ寄り道するリスクも減るし、時間切れのリスクも減る。まあ、一石二鳥っていう、援軍の付け方になってるかなと思います。東海兵舎は合わせるっていうパターンがやっぱ多いですね。外周ブンブンのカットっていうのを、ペッカウィザード、あとは、援軍の中に入っている、バルキリーとか、あとは、まあ、イエティだったり、ホグライダーでやっていくっていうケースが多いので、3ホール12だとやっぱホグが多いですね。ロイちゃんがいないので、ロイちゃんの代わりの仕事をホグライダーにさせるんですけども、一方で13の場合、ロイちゃんがいるので、まあ、ロイちゃんをホグと合わせるっていうケースもありますが、まあまあ、さっきみたいに中央のスパネ君がタゲ取ってくれるような絵が描ける場合には、バルキリーを入れるっていうのが結構多いパターンかなというふうに。今回ライトニング使ってませんけども、グランドボディのオデヒーパートで約1分使ってここまで壊すんですね、こういうふうに。こんだけ壊せちゃえばだいぶ、もう、スパネ君が寄り道するリスクないですよね。ぐーっとこっちにこう歩いていく絵がもう、綺麗に描けると思います。で、こういうところがまあすごく肝で、今みたいな、奥深くまで、グランドボデのオデヒーで1分はちょっとね、本当ギリギリちょっと長すぎるレベルかもしれないですね。40秒から45秒ぐらいまでオデヒーを使うっていうのが時間切れを考えた場合にはリスクの低い方法なんですけども、まあ今回ビンディさんの場合しっかりその時間切れのリスクを、ケアできる自信があったってことです。多分中にバルキリーが入ってたと思います。この中確かそれで外周を壊すっていう、意図があったと思うんですが、そういうような形で工夫をしながら、オデヒに時間をその分割いていくというようなケースはありますね。ただ、今みたいにこう、季節が割とこうスカスカだったのでそれができましたけども、密集してる場合にはやっぱり、オデヒがそもそもダメージ受けて落っこっちゃったりとか、あと時間かかるっていうリスクもあるので、オデヒだけで壊すというよりは、ライトニングとかクエイクとかを使って折っていきながらスピーディーにオデヒパートは終えていくっていう風な格好を作る方が無難かもしれないですね。でグランドボディのトーンもですね、必ずこのタウンホールで使わなくてもいいっていうのがこのスパビスのいいところで、スパビス体力が有り余っちゃうので、多少削られても全然後ろからヒーラーがついていくとやられないんですよね。もうお気づきの方もいるかもしれませんが、結構ね、スパビスほとんどやられてないんですよ、出したスパビスが。本当にね、こいつはしぶといんだわ、ほんと。で、そのしぶとさっていうのをやっぱりですね、生かしてある程度火力が集中しているところ以外はもう、トームは使わずに乗り切っちゃうっていうことができるっていうのが一つ美味しいですよね。でこのケースも同じですね。ロイちゃんはスパビズ、あとはこのスパビズが出すでっかいスケルトンですね、ビッグボーイと呼ばれるこいつが、タゲを取っているその裏から回っていって、綺麗にですね、外周掃除して、前回までの時間短縮をやってくれたという形。いや、うまいですね。ただまあ、これ必ずこう成功するわけでもないので、その辺のミスがどういう形で起きるのかっていうところもちょっとこれから見ていきたいと思いますが、一旦、ここから関西クラクラクラブに飛んでいきたいと思います。はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら TH コンプリーターさんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。自分のチャンネルですね、タウンホール11から13、まあ、幅広いタウンホール帯で、クラン対戦の動画中心に扱っていっております。で、まあ、どんな風にユニットを使っていったら、綺麗な全開取れるのかとかですね。まあ、そういうところってやっぱり、まあ、このクラクラやってくる上で大きなモチベーションにもなってくると思うので、まあ、その辺っていうのも、皆さんにこう、わかりやすくお伝えできるようにね、解説していくチャンネルになってますので、ぜひね、最後までご覧いただきまして、もしこれ参考になったなということであれば、グッドボタンとかチャンネル登録ぜひやってもらえたらすごく嬉しいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。さて本日、こちらのですねクラン対戦リーグから見ていきたいというふうに思うんですけども、いやーこれがねスパネクですね。スパネクこれは興味のある方もない方もぜひねご覧いただきたい。すごく今利用者が急増しています。この TH コンプリーターさんもそうですし、私のまあホームである関西クラクラクラブでもスパネクを使う人がこう日に日に増えていってるんですね。で今日合計5本見てもらって1本はちょっと残念ながらうまくいかなかった場合っていうのもまあ比較しながらこう見てもらえるように上げていこうと思うんですけども、まずは、綺麗なアタック一発見ていきましょうか。こんな形の攻め方になっています。基本はですねライトニングを使った攻め方っていうのが主流なのかなというふうに個人的には思います。自分はそんなにこれスパネク多用するわけではないんですが、
やっぱり使う方の攻め方を見ていると、こんな風にですね、ライトニングを使ってこの使用施設をこう削りますよね。で、削っていきながらおでひと、ライトニングのこう繋がるようにですね、こう幅広く、まあ、深くかな、カットをしていって、スパネックを、攻めたい側からこう入れていくって感じですね。今回ではこの隙間が空いてるんで、そこからスパネック入れていって、ジャンプ2枚で一気に中心部で暴れさせるというプランになってますね。で、バーバリアンキングに関しては、これ外周からこの宝石のスーパーウォールブレーカーを使って入れていくという形で、スーパーウィザードの、移動範囲を、まあ、こんな風にですね、限定していくという感じになっている。で、外周に関してはロイヤルチャンピオンがやっぱり今、タウンホール13だと使えるので、こいつが仕事するんですね。12だと、まあ、ロイちゃんが使えないので、どういう風にじゃあ、スパネク運用していったりのっていうところに関しては、ちょうど、数日前に、タウンホール12のスパネク盛り合わせを出してますんで、まあ、そちらご参考いただければ、いいなと思うんですが、今回この、投石機がね、おそらく壊したかったものが壊せなかったんで、そっちに、スパネクが逸れていってしまうリスクもあったんですけども、これがこの遠距離攻撃ユニットの、いいところですよね。壁の中に入って中から、この投石機を射抜いていけちゃうので、こんな形で、主力のスパニック部隊はちゃんと中に入って、そのまま進軍していくという形ができていくんですね。で、満を持してロイヤルチャンピオン、ここから出てきました。このまま外周ぐるっとロイちゃんが歩いていきます。で、こういう形が作れるのがやっぱり理想的で、序盤はやっぱりライドニングからのおでひを使って奥深くまでカットを入れていく。で、今中央部のスパネック部隊がこうターゲットを取ってるの分かりますかね？こういう風にめちゃくちゃ。これがですね、スパネックのすごくいいところなんですね。ユニットそのものの体力がめちゃくちゃ高いので、まあ、そう簡単に一回タゲ取ったら後ろにヒーランがついて回復してる限りタゲが外れないんですね。なので、そのタゲを取っている裏でロイちゃんがもう、ホーミングシードも使ってないのに、この体力の残し方すごくないですか、これ。で、このまま一気に、ババリアンキングのところで、これラッキーだったですね。いいタイミングで、アーチャークイーンとスパネクが合流したんで、ロイちゃんがやられずに済みましたが、そのままあとはロイちゃんが、防衛を壊していきながら、スパネク部隊で回収しておしまいという形ですね。時間切れのリスクがやっぱりあるので、こんな風にロイちゃんを最後まで活かせるパターンっていうのが、やっぱできると強いですね。まあ、結局ここで起こっちゃうんですけども、防衛ほぼ全部壊してくれましたんで、もうスパネックたちは実際回収に回るだけというところですね。これでまた防衛を相手にしようと思うと、まあ、時間食っちゃうので、なるべくこう、ロイちゃんが最後まで行ってくれて、ないしはまあ回収まで行ってくれたらもう最高ですね。いうぐらいの使い方ができると、だいぶ時間面でも楽になるのかなというふうに思うところですね。いやこれですねとか言いながらね、僕これ実はできないですね、まだ。できないっていうか、まんまりやってないです。ディガホグをやっぱり主力でやっているので、スパネクって使うのって、まあ、フレチャーで使うぐらいかな、ちょっと試してみようかなぐらいで。まあ、そういう時もやっぱりですね、ユニットそのものはやられないんですね。自分がやっても。なんだけども、時間切れのリスクっていうのがやっぱりどうしても、うまくやらないと出てきちゃうので、今回のディディさんみたいに、ちゃんと外周を、掃除しながらちゃんとスパネックを歩かしていくというような、使い方ができるとだいぶ良、くなるかなというところは思い、なんで、防衛援軍じゃないわ、手持ちの援軍の中身っていうのもすごく重要ですね。ホグライダーだったりイエティだったり、あとはバルキリーが入ってたりします。まあ、その辺っていうのも、使い分けていくと意識した方がいいと思うんですが、バルキリーを使うとやっぱり外周を歩かせられるようなパターンの場合は強いですね。ゴリゴリ外周の、ストレージとかを削っていくんで、しかもスピーディーに、なので、スパニックがまあ寄り道するリスクも減るし、時間切れのリスクも減る。まあ、一石二鳥っていう、援軍の付け方になってるかなと思います。崩壊者は合わせるっていうパターンがやっぱ多いですね。外周分分のカットっていうのを、ペッカウィザード、あとは、援軍の中に入っている、バルキリーとか、あとはまあイエティだったり、ホグライダーでやっていくっていうケースが多いので、タウンホール12だとやっぱホグが多いですね。ロイちゃんがいないので、ロイちゃんの代わりの仕事をホグライダーにさせるんですけども、一方で、ジュースの場合、ロイちゃんがいるので、まあ、ロイちゃんをホグと合わせるっていうケースもありますが、まあまあ、さっきみたいに中央のスパネックがタゲ取ってくれるような絵が描ける場合には、バルキーで入れるっていうのが結構多いパターンかなというふうに。今回、ライトニング使ってませんけども、グランドボディのオデヒーパートで約1分使って、ここまで壊すんですね、こういうふうに。こんだけ壊せちゃえば、だいぶ、もう、スパネックが寄り道するリスクないですよね。ぐーっとこっちにこう歩いていく絵がもう綺麗に描けると思います。で、こういうところがまあすごく肝で、今みたいな、
奥深くまで、グランドボールのお出来で1分はちょっとね本当にギリギリちょっと長すぎるレベルかもしれないですね。40秒から45秒ぐらいまでお出来を使うっていうのがあの時間切れを考えた場合にはリスクの低い方法なんですけども、まあ今回ビンディさんの場合しっかりその時間切れのリスクを、ケアできる自信があったってことです。多分中にバルキリーが入ってたと思います、この中確か。それで外周を壊すっていう、意図があったと思うんですが、そういうような形で工夫をしながら、お出品に時間をその分割いていくというようなケースはありますね。ただ、今みたいにこう季節が割とこうスカスカだったのでそれができましたけども、密集している場合にはやっぱり、お出品がそもそもダメージを受けて起こっちゃったりとか、あと時間かかるっていうリスクもあるので、お出品だけで壊すというよりは、ライトニングとかクエイクとかを使って追っていきながらスピーディーにお出品パートは終えていくっていう風な格好を作る方が無難かもしれないですね。でグランドホールデンのトーンもですね、必ずこのタウンホールで使わなくてもいいっていうのがまたこのスパビスのいいところで、スパビス体力があり余っちゃうので多少削られても全然後ろからヒーラーがついていくとやられないんですよね。もうお気づきの方もいるかもしれませんが、結構ね、スパビスほとんどやられてないんですよ、出したスパビスが。本当にね、こいつはしぶといんだわ、本当。で、そのしぶとさっていうのをやっぱりですね、生かして、ある程度火力が集中しているところ以外は、もう、トームは使わずに乗り切っちゃうっていうことができるっていうのが、まあ一つ、美味しいですよね。で、このケースも同じですね。ロイちゃんはスパビズ、あとはこのスパビズが出すでっかいスケルトンですね。ビッグボーイと呼ばれるこいつが、タギを取っているその裏から回っていって、綺麗にですね、外周掃除して、前回までの時間短縮をやってくれたという形。いや、うまいですね。ただまあ、これ必ずこう成功するわけでもないので、その辺のミスがどういう形で起きるのかっていうところもちょっとこれから見ていきたいと思いますが、一旦、ここから関西クラクラクラブに飛んでいきたいと思います。